はい、じゃあ今日もね、ポケモンアルセウスやっていきます。はい、とりあえずどんどん話を進めていきましょう。はい、来た。どうぞ、あやさん、お待ちしておりました。うん、なんか手に巻いてる、こんなキャラだったっけ、うん、鈴木様、あ、かわいい。え、待って、こんな足出てたっけ。うん、ガナダさん、二人で会うのはまずいのでは。え、どういうこと。さや様でしたら大丈夫でしょう。どういうこと。本当にどういうこと。二大刀様に会いたいって。ねえ、間違えた。あ、一緒、一緒だ。何でも分けるじゃん、あれで。あのお姉さん何、こんな、わあ、すごい。なんだね、バシュラー。待って、海に行けるってこと？うん。あれ、てっきりさ、飛べるもんだと思ってた。え、ライドって言ってたよ。お団子どうぞ。海から行くんだ。そう。大東様、よかった。大東に旋律をお聞かせください。何しょってんの、製図。図面入ってんじゃない。工学部じゃん。なんて言うんだっけあれ、なんて言うんだっけ。めっちゃ面白い名前だった気がするんだけど。確かに。チュパックだっけ。チュパックだ。イダイトーはサーヤの旋律を心に刻み込んだ。俺だけチュパックで興奮してる。チュパックで。お、また出た。プレート受け取りました。びっくりするわ、手元に急にプレートが出たら。イダイトーに乗り、静かな内海を越えて日吹島に渡れるようになりましたね。あ、もうこれで。ガジュルはさや様、おめでとうございます。くぬん、ガラナさん、行けるようになった。先代のキングがガーディを助けた話はしましたよね。はい、あの時私もススキ様とイダイトウ様に命を救っていただいたのです。おー、ですからススキ様のことをお慕い申し上げているのですが、私は後ろ指を刺されている目、主席様に迷惑をかけぬため表立って会わぬようにしているのです。ガラナさんをお助けしたのは人として当然のこと。主席様の見せてくださった勇気、そのおかげで私はガーディをキングにせぬまま守る勇気を得たのです。この話はよしましょう。くぬん、ときわぎと呼ばれる松、あ、お松、おたけ、お梅、あれ、こいつは悪いね。悪いやつが来たよ。ガーディをいただくようだって。あ、ポケットだった、こいつら。冗談は名乗りだけにしておきなさいな。そう、そうです。ゲンガー、やっちまいな。ゲンガー、バウバウ。ゲンガはダイマックスの姿ゲットするの大変だったな。ああ、あれ、一人いなくなっちゃった。ゲンガに取られた。大きい方が。ガーディ、いただき。私たちが生きづらいのは今後真珠といったせせこましい集団のせい。広い翡翠で好きに生きていくため強いポケモンを従えてみせるのさ。いただいたガーディ強くしてやるよ。というかキングにしてやるからね。さてと戻りましょう。誰も来ない暑い場所に。暑い場所だって。ツンツンになってる。本当だ、ゲンガーツンツンしてる。強くないの、ゲンガー。すごいでしょ、ゲンガー。たたり目ゲンガー。いなくなっちゃった。え、でもガーディ、俺らの ブーバーンだっけ、なんだっけ、バブーンだっけ、何、
バーブーンだっけ。何何言ってる。さやさんどうしましょう。大変ですよ。大変ですよね。大変だね。相棒を戦わせたこともなくて。さや様どうかお願いでございます。あの子は私の大事なポケモン、どうかお救いくださいませ。あの子たち誰も来ない場所に戻ると、群青の海岸で誰も行かないのはやはり日吹島。今のあなたでしたら大東と共に島に渡れます。レッツゴー。どうか彼女の頼みを聞いてください。わかりました。レッツゴー。ちょっとついに水ポケモンが、よし、日吹島に向かうぞ。ガルナさんは残されたガーディーと共にこちらでお待ちください。とはいえ雷ばかりで野党のいる島に行くのは、えい、サーヤさん行きましょう。行くしかありません。イダイトウはですね、水上で跳躍できるのです。しかも2回連続で。さらにイダイトウに乗ったまま道具を投げることもできるのです。サーヤさんであればボールを投げたりしてポケモンを捕まえるのですかね。とはいえ怖いものは怖いです。サーヤさんお先にどうぞ。いいよ、行ってくるね。イダイトを呼び出し、水上移動ができるようになった。やったー、やったー、すごい。イダイトライド中は物を投げることができます。ジャンプしてる間はゆっくりと狙いを定めることができます。それでは、レッツゴー。あれ、イダイトどうやってやるの。めっちゃしか呼べないじゃん。どうやって呼ぶんですか。呼び方を教えてください。ここにないよ。どうすればいいんですか。あ、来た。おー、すごい、乗ってる。あ、なんかいるよ、ここいる。ポケモンのイメージ。どこに行くんだっけ。ビヒクジマ。ナメクジだ。なにこれ、かわいい。あれ、なんか色違いじゃん。なにこれ、かわいい。カラナクシ。なんかそいつを捕まえてっていう人も。あっ、無視だ。宇宙が一気にしないわ。ネオラント、レベル60だ。すごい力を使えるわ。力を使えるわ。
っちゃうとああなっちゃう。粘ってみた。ああ。終わった。怖がりなんだ。こいつら。わあ、いじめてる。進化しなさいよだって。ここに来る勇気のあるポケモンは進化すると言われていること、うちらは調べたんだから、お前強くなるぞ。バーバーブ困ってる。お邪魔虫じゃありません。あいつらゲンガー持ってるってこと、友達いるってこと。お、来た。この3人でやった。あ、大丈夫、溶けない。ラードスじゃないな。効果ある。あ、効果もつく。防風当たらなかった。よし、どっちが先に当たるか。おりゃー、よし、途中のブーバーの方が強かった。本当だ。火山が熱いからさ、雪の王も本調子じゃなかったの。つまり手加減してやったってことなの。だいたいな、こんな暑い場所で戦うなんて雪の王かわいそうだろ。もうそう思った。アネジャだけだけどな。お姉ちゃんだけどな、雪の王と戦わせたの。いけ、毒ロック、毒まみれにしてやりな。いっぱいやってくれ。毒ロックだって。うちのギャラドスが沈めてやるぜ。ギャラドス、いけ。かわいい。いけ。インパンツ、ギャラドスよくやった。エースポケモンとして覚醒しつつある。かわいい、この子かわいいんだよな。このすっとこどっこい。何、江戸の人なの。そうか、しょんぼりしてた。酸っぱい負けの味。はあ、私、銀河団に恨みがあると関東から出張ってきてからの。あ、やっぱり関東の人なんだよ。あなたに八つ当たりだね。ほら、関東の人だよ。なるほどね、江戸の人なんだ。うん、マックス、こういう方かっこいい。サイド、相性抜群。相性抜群じゃない。やっておしまい。ギャラドスゲーじゃん。アクアテー
違いギャラだし。よし。取り違いギャラだし、いるのかな。あ、2体持ってるぞ。あ、来ました、ゲンガー。うわぁ、すごい、すぐやってきた。早い。え、早い。ギャラちゃん、なんかゲンガー早い。やっておしまい。すごい。よし。ギャラドスだけでいけた。新ギャラちゃん、強いぞ。ギャラちゃん、よくやったね。偉いね。不覚ね。うちのギャラちゃんが強すぎただろう。うちのメンバーの中で一番弱いんだぞ、ギャラちゃん。全員敗北？そう、しかもギャラドスにね。俺、ギャラドス以外のね、モンスターを出さなかった。お、ぐぬ。かわいい。おちびちゃん。一発に邪魔するなってちっこいくせに。こっちがキングなの知らないでしょ。やっちまいな、ドグロック。熱くて悪いけどさ、いきなり雪の。さっきどうしたよ。回復したんだって。回復したの。ガーディーおやしなさい。勝てっこないのです。ガラナさん、どうしてここに。ガーディー溜まってるはずでは。あの子が飛び出して海を渡り島までやってきて、あんなに海を父である仙台キングが消えた海を恐れていたのにですか。あら、あら、勇気を出したから。勇気を出したのね。進化しちゃうんじゃない。あら、うおー、なになに。パパ生きてんじゃない、キング。仙台キング、あ、来た来た。進化する。うん、どんな姿になるの。かっこいい。勇気を示しましたね。かっこよくない。仙台キングの子供が進化を。勇気とは海を渡ることではなく、困難に向かう強さを示すこと。なんで、あ、そっちが進化するの。そうだよ、こっちがキングだよ。ねえ、なんかおかしくない。え、なになに、雷おかしくなったんだよ。わー、まずい、金ピカになっちゃった。沈めてあげなきゃ。わあ、かっこいいよ。めっちゃかっこいい。金獅子じゃん。え、ガラナさん危ないですよ。うおー、不思議な雷を浴びて荒ぶったのですよ。他のキングやクイーンと同じように。ですからこの島に来るのは嫌でしたのに。怒ってる。あ、もうさっきまで有頂天気分だったのに、もっとおちびちゃんのせいで台無し。妹たち逃げるわよ、命あってのものだねだからね。関東地方の人たちなのね。ね、あなたたちのせいよ、本当に。ウィンディに襲われちゃう。ダメ、これを私が沈めてあげるから、あんたたち先に逃げなさい。お、カイちゃん、ウィンディをどうするの。私はあの子の世話をするキャプテンとしてあの子を守ります、全力で。サヤさんも荒ぶるウィンディを沈めるには。またなんか取ってこいって言うの。沈め玉だよ。持ってる持ってる。大丈夫、サヤさん沈められる。うん、任せて。あの姉さんの膝小僧可愛いんだよ。ね、雷の笛でポケモンを呼び、広大な翡翠のどこにでも行く。だからオサに選ばれたのでしたね。ラブルキングについてもちょっとは詳しいよ。特殊な技術でポケモンの好物を沈め玉と称して投げるんだよね、サヤさん。そうさ、私は知ってるよ。あの、でしたらガーディの好物は僕持ち歩いています。偉大島の好物を作るとき炎を出してくれるお礼として。なるほど、沈め玉もうすぐ行けるってこと。作れるぞ、行こう。沈めて、サヤさん頑張って。任せなさいよ、私によ。今んとこサヤさん一回も勝ててない。
沈める用意ならいつでもできてるよ。行け、レッツゴー。行くよ、任せんしゃい。ウィンディ、待ってなさい。立ち止まって光を集めた後に強烈な攻撃を繰り出してたよ。はい、了解です。立ち止まって光を集めるのですね。まずは敵の動きをよく見て。かわいい。モンハンと一緒、モンハンと。了解です。あー、それ熱くないの？熱いよ、やめなさい。かわいい肉球が焼けちゃうよ。大丈夫かさ、やるか。うん、苦しい。スズメ玉。ああ、ちょっと、ああ、危ない。くる。ああ、欲張っちゃダメだよ、欲張っちゃ。ああ、ああ、はい、一回当てて、逃げる。ああ、なんか来る。追跡するあれ。なんか何が届くない。これでも投げて戦え。いけー、ギャラドス、ギャラドス。あ、もうちょっと。あ、なに今度は。あ、痛い、危ない、なーい、避けれた。ほら、逃げるよ。あっ、あっ、来るぞ、来た。よいしょ、よいしょ、近い、来る、よいしょ。あー、はめられた。危ない、また来た。いっぱい投げろ。チャンスチャンスチャンス。ですぐポケモンの準備。ポケモン、やらぞ。きっとアクアテイルでワンパン。アクアテイル、いい、ね、よし、投げるぞ。チャンスチャンス、あやー、投げろ、いけいけいけ、決めろ、これで倒せ。やばい、来ちゃった、みんな来ちゃった。気をつけて、気をつけて。もう多分あと1回叩かれたら最後死ぬ。なんか燃えてる。避けて。あ、ずるいよ今の。燃えてたもんだって。あとちょっと。かぶれ。全員犬型のポケモンにするんだもんね。うん、で出た。あれあれ、プルート見てない。見てないよ。裂け目の先には一体何があるのでしょう。くぬん、うおー、あれパパじゃない。全体ウィンディ、待って、くれるんじゃない、もしかして。
一瞬見えたよ。気のせい。そういうことでしたのね。はあ、それぞれの役割に従うため離れて暮らすことになります。あ、そうなんだ。キングになったからね。大丈夫よ、あなたは強いもの。私なんかよりも強いわよ。クヌン、しょんぼりしてる。キングとキャプテン、それぞれの役割を果たしましょう。行きなさいキング。くわー、悲しい。頑張るんだよ。先代のウィンディの鳴き声が聞こえた気がしたのは僕だけですかね。そうよ、あなただけよ。僕は怖がり。すごい。サーヤ様、キングになったあの子を沈めてくださり心より感謝申し上げます。あと押し付けちゃいますが、あちらの世話もよろしくお願いします。お任せ。ガセンシャイ。はい、じゃあというわけで今日ここまで。はい、おしまい。おしまい。